だからもらいすぎると俺、ややこしくなるから。ちょうどいいバランスでいかなかった。あ、クルメイトでお願いします。クルメイト。うわぁむちゃくちゃ殺そう。キューキーを押したら殺す。竹尾なんかお茶ってアドミンに来たけん怖かったに押しました。来週めっちゃ来たな。ドサドサ入ってきたんでびっくりした。ドサドサ来たね。あの狭い部屋に。ドサドサ来たし。カフェテリアとロワー、ロワーじゃねえや、ストレージは閉められとるしで。閉まってたね。カフェテリア閉め出されて、なんか困惑したわ。わあ、一人。何の証言にもならないかもしれないですけど、右上の金魚助けだったの僕だけでしたね。O2、そうね。アドミンにドタドタって入ってきた時に、アドミンのマップ見たら O2 とカフェテリアポツンと1ずつあったから。マジで、昼警戒したわ、アドミンで。そう、まあ、うん。大集合してたんで、もう。開幕なんか、インポスターも自分で緊急助けやるだろうし、何にもあれないんですけど。そのまんま、カードスラッシュとかにドサって始まったら、ドサキルありそうだったんで、ちょっと。僕だったらやってました、ね。気にせずカードスラッシュやってましたね。クリアできてなかったでした。なんか、ピンクの人が弁当の上立ってました。いや、なんか、開けられないかなと思って。開かないかなと思って。高田さんだったのか、あれ上に乗ってたの。そう。なんかめっちゃ人いたから、カードに。ちょっと、別にあそこにいてもいいかなと思って。あと離れたかったし。離れるのは正解ですよね。めちゃくちゃ。でもいいかなってどういう思考なの？いや、だってあんなクリアできたら、別にね、なんかそんな不自然に思われないかなと思って。いやいや、なんでまず乗ることが目的になってるんですか？そもそもが。いや、なんかそのアリバイもあるから。っていうだけで怪しいんだよ。やめてくれ。そうだった。なんで弁当チャレンジしてる。まあまあ、あんだけドソドソ入ってきたら、ね、そうそう。うん。大丈夫かなと。って感じですよ。はい。じゃあ、スキップをします。はい。はい。どうやって殺せっていうのよ。もうわかん。出会ったやつ殺す。どうしたい？うわぁ。決められた。決められたよ。ああ、なんて。うわぁ。追い込められたよ。追い込められたよ。助けてよ。これどうやって殺すの？逆に教えてほしい。シミュレーション。なさい。シミュレーション。シミュレーション。
インポスタービビってんね、これ。テラゾーさんを白置きします。ありがとうございます。誰を白置きするって、テラゾーさんを白置きします。ありがとうございます。なんでですか？右ほぼ一緒だったので。ああ、誰ともすれ違わず、ほぼほぼ一緒で、レプチンさんぐらいですすれ違ったの。そうですね、あの、ナビゲーションの横ぐらいですよね。確かに、アルトさんとテラゾーさんが二人で一緒に動いてるのを僕も確認しました。レプチンさんナビゲーションに入っていきましたよ、下から。はい。本人には自覚がないです。ああ、まじで。マジでマジで。あの、寺本さんが、はい、ナビゲーションの出口で僕が出てくるときに、ちょろ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 してるときに一緒に出てきましたよ。あの、下から入っていってましたよ。見えてるかな？大丈夫かな？あれ見てないですか？あれどうしよう。どうしよう。ちょうど寺本さんが一緒にコミュニケーションの方に走ってるときに、うん、下からレプチンさんは上がってナビゲーションに入ってきました。ああ、いたかもしんない、うん。そこは間違えてないです。まあ、カメラ見てた人がいたかな、結構。最後の方を見てました。前夜の方は畑底さんとすれ違いました。うん、まあ、僕はアルトさんから白稼ごうと。僕がエレクトリカル停電してる最中に多分、カフェテリアから向かう時にはカメラついてたから誰かな、誰だったかなっていう。その時は畑底です。畑底さんか。で、エレクトリーいたのが竹尾さんと、オレンジのっちさんと、トータスさんと高田さんもいたかな。直したのですか？直したのかわかんないけど、直した後にタスクやってる時にはエレクトリカに高田さんもいた。ああ、なんか、直した時から、結構痛い、バーって入っていった印象があったんだけど。うん、あ、なるほど。6人いた、うん。うん。まあまあまあ、何も死んでないわけですし。まあ、止まってたから、キルできないんじゃない？コミュニケーション秒で治ったんだけど。ね、高田さんとかアルトさんとかがいた、ね。テラゾーと俺がいてたら、なったからすぐ直しに。いや、これあんまりやった。センターさん、はい。なんだろう、さすがあんまり。もういいよ。タスクあんまりやれてないんすか？タスクあんまりやってない人は頑張ってタスクやりましょう。あんまり他のことしない。なんだな。なんで俺に行くよ、入ってんの。もう固まって動くから。寝られた。許してちょんまげ。鬼のようなところしか。はい。ナビゲーションのこの字の下。うん。え？マジで？この字の3辺目の下のところのところ、弁当付近です。弁当か。あったさこさん。あ、カメラ映ってました？カメラにこう、下映ってたし、ナビゲーションからセンターとナイトメアさんが出てくるのまでは見えました。出てきたね。うん、で、上行ってましたけど。多分な、セリスと、はたさごさんも直前じゃなかったっけ？あとナビ、今、下から上がってくるナイトメアさんが見えたんですけど、なんでレポートしてないのかちょっと聞きたい。僕視点多分レポート光ってなくて、僕 O2 側から、O2 のとこへ、ナビゲーションに入った時に多分、レプチンさんとかと、レプチンさん多分ミュートになってる。で、ノッチさんとか多分先端とかがいて、はい、で、終わった後に O2 に、O2 に行って、で、カメラが、僕が
この字出たときってカメラが光ってたのを見てたので、とりあえずマップ開くときに変な位置で死にたくなかったから、カメラに映ってから、映る位置で死ぬにしても死のうと思って、マップのところまで映ってタブ開いて、ウェポンズに、あ、タスクあるなと思って、あ、カメラしかも消えてるなって思ってたウェポンズに、上に上がっていくタイミングでワルトさんたちが下に降りてってレポートだったので、はい、うん、僕視点、全くレポート多分見落としてなければ光ってなかったと思いますね。じゃあ、レプチンさん、レプチンさん、O2 から出てきましたよね。はいはい、出てきました。O2 は、ナイトメアさんいました？ノッチンさんもナイトメアさんもいましたね。なんか大体それぐらいのメンバーがみんな固まって動いてたんで、殺すの難しいんじゃないかな。高田さん、ん、一回セキュリティ入ってきたじゃないですか。入った。あの時、すでに僕、見てるんですよ、死体を。あれ、あ、あの時にもう見てたの？うん、あの時にも死体があったんですよ。で、その死体があったと同時に、ナビゲーションから、ナイトメア先端が出てきてるんですよ。じゃあもうその辺で、ね、それで O2 側に抜かってるね。で、その辺で、そう、O2 側の方に二人とも抜けてっていうのを見てるんで。じゃあもうそれでしかないじゃん。どっちかだと思、どっちかもしくは両方。どっちかだと思ってるってこと、それ。どっちか。両方もしくはどっちか。俺片方は気づいてない可能性もある。ちなみに、のっちさん残して、のびから出たからね。僕と、多分、ナイトメアさん。僕は、畑坂さんだと思ってたけど。むちゃむちゃ疑われてないやん。むちゃむちゃ疑われてないやん。あ、許して。多分僕容疑者だと思うから一応したんだけど、押したんだけど、先端が先に出て僕が後に出て、多分レプチンさんが残ってて、で O2 で多分、ノッチンさんですね。まあ、ノッチンさん、俺はあの一番最後じゃないですよ。ナビゲーション最後俺です。あ、ノッチンさんか。で、O2 で、多分、ノッチンさんとかレプチンさんもいたよね。いました、いました。ナイトメアさん助け合ってた感じでした。お互いに白証明できそうな2人とか出ないんですか、その、一緒にいたなら。でもね、俺が O2。わかんないけど。出た順番はナイトメアさん、先端さんで、ノッチンさん。いや、先端が多分、先端さんの方が先じゃなかった。いや、ほぼ同時ですよ、カメラ見てる限り。マジ、うん、じゃあ、畑迫さんがその前に出てるわ。やっぱそうだ、僕、合ってるわ。二人が出てくる前に、もう、畑迫さんの死体は転がってたんですよ。ああ、じゃあそうだ、ね。転がってた。畑迫さんも、ナビゲーション行った気がするから、で、出て、じゃあ僕とナイトメアさん同時かな。ちょっと僕はあんまナイトメアさんの記憶なくて。だからその辺疑ってないんだったら、高田さんは違って、竹尾さんも違うので。うん。いや、ちょっと、なんか、自分、シールドからナビゲーション行ったんですけど、はいはいはい、その時に一瞬だけ報告ボタン光ったと思うんですよね。多分、死体の位置って下の方ですよね、その、シールド側ですよね。そうです。なんで、そこら辺で多分殺されてたと思うんですけど、それ入る前だったんですよね、ナビゲーション。入る前なんで、入る前。俺、下側からそもそもナビゲーションに入って、多分先端と一緒ぐらいの感じに入ってて。そうですね、みんな、俺も、気づかなかったの。だから、なんか、ごちゃ切るというか、なんか、その、まあ、最後尾、まあ、自分だったような気もするんですけど、あ、キルしてすぐ、ああ、でもそうか。あの辺いたのって、ノッチンさんと、レプチンさんと、センタンとナイトメアさんだけですか？到達さんいなかったですか？うん、いてた。俺、もっと早くに上行ってたよ。最終位置、メッドベイやで、俺。え？え？最終位置、メッドベイ？メッドベイよ。メッドベイ前廊下ぐらい。え？俺最終位置メッドベース。じゃあ高田さんは白だと思うからと。俺最終位置メッドベース。俺メッドベース、カフェテリアで締め出されて。センターにはワイの無実を証明してほしいんだが。俺一番最初に上行ったで。え、急に疑われるのそれで。え、俺使いたいボタン。俺ボタン使いたい。俺がボタン使いたいこれ。うわ、俺を押して喋りたかったのが分かる。メッドベイ前なの、メッドベイ。メッドベイ、カフェテリアで締め出されて、入ってメッドベイ向かおうとしてるぐらいで、報告入った。てかまあ、だって、メッドベイには入ってない。そもそも、あれじゃない？僕、だって、うん、
カメラ見てて、僕とナイトメイさん出るタイミングで死んでたんだったら、最終位置嘘つく必要ないと思うけど、と思います。あんまり、なんかメリットなくないですか？その辺の、なんかややこしい、なんかごちゃごちゃ、コムズから俺どんどん上上がっていって、その時みんな一緒やった。ちょっと待って。はい、トータスさん、どっちからどっちに行ってメッドベイの前？コムズからずっと右側通って、皆さんと一緒に行って、そのまま、みんななんか横へこう、はけていったよな、ね。大津川とか。ナビゲーション。僕の後ろ、竹尾さん走ってましたよね。走ってました。見てません。トータスさんって会ってないよね。会ってない。なんで違う。何人か追いついてない。俺ちゃんと行ったって、おったって言ってるやん。あ、そこから上方向に行ってない可能性あるかとか。え、この件がある前。カフェテリア閉められてて。どこ？カフェテリア閉まってたか。カフェテリア閉まってたよ。閉まってたんだとしたら余計僕たちと会ってるはずやけど、ね。カフェテリア閉まってる時、俺、ウェポンにいましたよ。その時、トーターさんいなかった。その時、右にセンターさん。俺はカフェテリアの中におったよ、ね。カフェテリアの中におったんや。中で、メッドベイ側のとこにいたってことですか？メッドベイ側の。真ん中のあたりでうろうろした後、左へ行って、閉まってたからね。一回戻ったり。絶対トータスと会ってないけどな。ちょっとここで時間使うのは。けどまあまあ、どうするか方針だけ決めませんか？チームを組むのか、するのか。この字の下にいるんだったら、先端もレプチンさんもノッチさんも違うと思うんだよな。じゃあ誰なんですか、ね、先端は、殺した後、ウェポンで悠長にシューティングしてましたよ。ね。アルトさんと寺戸さんと、あと誰かが。竹尾さんですね。言ってたかな。なんかその、俺は左から来たよね、先端。うん、無理無理。どうすんの？方針は？誰か一緒に行動するとか、怪しい二人だけでもいいよ。めちゃくちゃ疑われてるよ。なんでなんこれ。もう一回ボタン押す。一回に、俺押すわ。俺押すわ。もう、始末を。絶対押す。こんだけ見に来たら俺殺せるわけないし、無理無理、押す押す、絶対押す。俺誰よりも早く上へ駆け抜けて左側行ったのに疑われるの嫌。え、あれですよね、結構前のことなんで思い出すの大変ですけど、ラジオの緊急タスクがあった後、うん、ですよね。俺その後、脇目も振らず、みんなが横へ行く中、俺が一番最初のウェポンにたどり着いて、そのままカフェテリア入って。いや、その時、トータさん左側のストレージの閉められてる扉の方いましたよ。で、僕とノッチンさんと先端さんだったかがナビゲーションの、ナイトメイさん見たかな、右の方行って。トータさん。ノッチンさんが、いつ見てたんでしたっけ、トータさんを。コミュあたりで。込みあたりで、はい、トタさんの壁で閉じ込められてましたよ。だから、ウェポン抜けたのは一番じゃないはずです。もうトータさんのことは後回しにして、右に行った人の話をしないと、多分トータさん釣らなきゃいけなくなっちゃうので。うん。うん、はい。で、ナイトメアさん、そう、うんうん、ナイトメアさんと、センタンさんと、レプチンさんと、どっち？はい、レプチンさん。多分、この4人の誰かですよね。この4人の誰かなのかな、畑迫さん一番最初に出てってるよね、多分。いや、俺、畑迫さんの記憶がないですけどね、俺は。僕は見た、絶対。寺蔵さんってコミュニケーションのサボタージ入ってる時って、どこにいたんでしたっけ？いつの話だっけ？覚えてねえわ。コミュニケーション、最初に1回直したけど、2回目は俺完全に無視してメッドベイかどっかに行ったんだよな。2回目です、2回目。二回目、あ、そうだ。あ、センターとすれ違って、ロアエンジン側に俺向かって、エレクトリカル、ストレージでセンターとすれ違って、エレクトリカルに入って、行って、怪しまれそうだなーって思いながら、エレクトリカルの作業やってたことを覚えてて。あー、逆走してたね。そう、逆走してた。じゃあ、センター。で、その後、アドミン見て、カフェテリアウェポンって言って、センターがウェポンでシューティングしてるところを、俺がカフェテリア側から来て、ウェポンの右側のスイッチを押してる。センターさんとレプチンさんで、で、はい、ナイトメアさんとノッチン TV さんでペア組んでください。あ、わかりました。僕じゃあノッチンさんについていきます。了解です。めっちゃ殺されそうや。
センターさん置いとかないのに危な。チンさん。これどうしたらいいの？俺もボタン押せなしな。のんきにやろう。どうしよっかな、これ。わからん。勇気あるキルをするしかない。もう一回殺せそうやな。もう一回殺せそうやな。リフックスライト。アルトさんが、うん、ロアエンジンとエレクトリカルの間の通路。うん。で死んでる。テラゾーアップしてないからセルフじゃないことは僕が証明します。テラゾー今どこから切った感じ？ストレージの右下でゴミ捨てやってる時に、竹雄が給油してるのを確認しています。あ、合ってます。はい。セキュリティで見てたの誰ですか？カメラ見てた。はい。タカラさん。タカラさんね、オッケー。で、レプチン、ノッチンさんも違います。はい。それだったら今回の、アルトさんの殺害に関してはセンターさんも違います。ちゃんと僕と、センターさん一緒に行動したので。ってなると、トータさん。トータさんが浮いてますね。俺でも右から来たよ。俺、ストレージ側から来た。でも、トータさん最初、僕たちと一緒に、メッドベイ行ってるんで、左の。メッドベイの方行ったよ。行ったけど。はい、んいや、結局、どうだったっけ、来てたっけな。トータさん、来てましたよ。先行してたっけ。先行しました。いや、先行しましょう。先行してた、はい、閉じ込められ、僕とセンターさんカフェテリアに閉じ込められて、そう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 、抜けて左回りで行ってるはずなんで。抜けたんだ。はい。下行ったと思ってた。殺した位置的に、まあ先行ってるからあるのかなとも思ったんですけど。ナイトミヤさんとノッチさんが違くて、僕とセンターさんが違くて、テラトさんと竹雄さんがお互い証言取れてて、高田さんがカメラ見てるんだったら、カメラさんが、あ、カメラさんじゃない、高田さんが。カメラ、カメラは、二人でこう、ペアが映ってるのは見てましたよ。あ、ですよね。光ってるのも確認したので。うん、二ペアともカメラの前で止まってた。はい。閉店中止まってたから、カメラの前で、ちょうどナビゲーションの。ただ、のっちんさんナビゲーションのタスク終わってなかったんですかって思ったんですけど。終わってないです。まだあります。で、ちょっと離れちゃったんで、戻ってカメラの前に戻りました。カメラの前の十字路通った人間はいなかったんですか？待って、俺、だから殺して右行って左行ったらおかしくない？わけわからんやん。誰も見てない。俺左から来てんやん。竹雄さんと寺蔵さんの歌で。あれ、盗撮っていいの？本当に？ほんまにいい？ちょっと待って、俺、右から来ちゃった。本当に大丈夫？エルクリカル出る人にあったやん。待ってよ。あ、俺ナビです。もう俺何も手伝いやん。まあ殺したタイミングが悪かったのかもしれんな。ああ。もう通鳴らします。俺が O2 で合ってるんかもわからん。うわ、タスク勝ちされた。死んでない。あ、レプチンさんが死んでる。あ、マジで？ん？あ、本当だ。死んでるやんけ。先端か。押すのか、ここ。偉いね。うん。だいぶボタン消費多いから、押さないと思ったんだけど。テラゾーはね、ボタンが余ってたらすぐ押すんですよ。あ、偉いですね、それは。他多分もうほぼ全部押してんじゃない？いや、俺押してない。あ、高田さんだけじゃない？あと多分。センターさんつって、あと一路。いや、もう終わります、僕で。センタータスだと思うよ。あ、そうか。殺してたもん、センターだし。
うん。そうなのか。頼むな。右わかんなかったな。いや、てか、固まりすぎ。君ら。マジで。エレクトリカルしかり、ナビゲーションしかり。やばい。てか、トータさんのキルうまかったけどな。ナビゲーションしたの。あれ、この、畑底さん殺したのセンターじゃないよね。全然違う。うん。ああ、トータさんだ。トータさん。めっちゃうまかった。自分を見ているよ。あれ俺、あのキルは俺、絶対容疑者じゃないと思ったんだよ。自信満々のキルやったで。割と自信満々のキルやったで、あれ。え、あれどこで殺したんすか？いや、あの、みんな、コムズ終わって、みんな右上、こう、この字の行って、一番最後に俺と畑迫だけのことで、畑迫を思いっきり殺しちゃった。何食わのかで、むちゃくちゃ走って逃げたい。そうっすよね。なんか、一瞬光って、多分。